はい、レッツこんにちは。ロンタン曇ってる、曇ってるね。そして俺のバイクも曇ってる。なんでかっていうと、タコメーターがご機嫌斜めで、今タコメーター表示されておりません。いやー、そのためにね、今ねバイク屋さんの方に向かっております。まあ、バイク屋さんの方には先ほど連絡していつでも持ってきてくださいねということだったんで、で、買えるバイクはないんで台車ありますかって言ったら、台車もあるよっていうことだったので、まあ帰りの台車が何かなってすごい。一応ね、バイク屋さんの方はバイク、台車はスクーターですって言ってたんで、どんなスクーターが来るのかなと僕は楽しみにしています。まあ、とりあえず一路バイクへレッツゴー。はい、こんな感じで見てわかる？ほら、タコメーター全然動かないのよ。タコメーター動いてない。だけどね、突然治ったりするの。だから症状が出ないとわからないってバイク屋さんにも言われちゃって、今止まってる症状が出てるので、バイク屋に向かってやります。それにしてもどんなスクーターが来るのかすごくね楽しみですよ。ゲンチャリかな、125かな、何なんだろう。実はね、あんまり僕ねスクーターとかってね乗ったことないんですよ。だからちょっとね今緊張半分楽しみ半分っていう感じで向かっております。いやー、でもねすぐ治るといいな。その場でちょっとね、電装系のカプラーとかの接触だけの影響でちょっと治ってくれるといいんだけど、見てみないと分かりませんって言われて、まあ確かにその通りかなんて思ってはいるんだけど、動いたり動かなかったりするからうまく電気信号が流れてないんじゃないのかななんて俺は勝手に思っています。まあね、実際にどうなるか楽しみだ、楽しみだね。いいね、高いところはいいね、道も。気分がいいもんね、こう高い道走るっていうのはね。毎日僕らは鉄板だを上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど海は広いし心が弾む、yeah!車来るな、もうすぐなのにバイク屋さん。安全にね、何が一番大事って、安全よ。危ない、見えないんだよこれがさ、ちょっとさ、まだか、窓がない。横断歩道じゃない、チャリンコの機能をちゃんと優先的にやらないと。というわけで、バイク屋さんに着きました。はい、着きましたバイク屋さん。よいしょよいしょと。初めての
やマジェスティですよ。ミニチャリかと思ったらビッグスクーターでした。初めて乗るビッグスクーターです。ちょっとね緊張気味。いいね、楽だよ。座ってて楽だもんね。なんだったらさ、シートが深いからさ、この背もたれ的なやつがあるから本当にソファーに座ってバイクを運転してる感じ。しかもスクーターだからね、ギアシフトチェンジの操作もなく、いい感じ。もうキュッて決めればスッて出る感じ。いいねスクーター。そしてやっぱり排気量も大きいだけあって動きもスムーズで滑らかだ。ベンチャリみたいな、なんかこうビーって出てる感じじゃないもんね。すごくいいな。